さて、はて、うん、あ、どうも、かいさくです。どうも、やめさくです。はい、お願いします。お願いします。いや、これ神戸屋なんですけどね、うん、ちょっと久しぶりに、まあ、ゆるく、うん、夫婦時間をちょっと取っていこうかなと思って、うん、まあこれね、たまにね、嫁サックとこう夜な夜な、うん、今深夜ちょっと遅いんですけど、二人でラーメン食べるのに結構こうハマってるというか、たまにやるんですよね。そうなんですよ。で、今これタイム今測って、これちょうどこうこんな感じなんですけど、うん、あと3分半ぐらいかな。ちなみに今日僕食べるラーメンがこれ、仙台辛味噌ラーメンって言って、これ見えるかな、こういうやつなんですけど、うん、くっつうまいね。これ美味しいね。これこれめっちゃうまいな。これ上でこれソースみたいなのね、うん、上でこれ温めるんですよ、こうやって。で、嫁サックが、私はね、うん、この尾道中華そば、ほんま好きやな、これね。ちょっとね、私はかん、うん、もうなんかちっちゃい頃からの思い出の味だからさ。そう、だから広島出身なんですよ、うん、だからやっぱ尾道といえば、尾道ラーメン、広島といえば尾道、そう、うん、育ってきたからさ。はい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 。で、私が大好きなお店がなくなっちゃって。そうなんですよ、うん、あの実は僕も結構前に一回連れて行ってもらって、うんうん、ご実家行った時にうまかったな、こう。そう、もうあそこのラーメンが食べれないなんて、もう本当に思い出すだけで涙が出てきそうなぐらい悲しいの。そう、涙腺がえぐいよ。いや、もう悲しい、悲しいんだよ。そうで、聞いたらそこ その経営がどうこうじゃなくて、うん、その主人、ご主人さん、うん、ご主人がもう閉めてええかなっていう感じで閉めたんよね。2代目の人がね、もう閉めさずにもう閉めるって。だってめちゃくちゃ人気あったでしょ。もう行列店だからさ、そこのラーメンにそっくりなんです。これがそうなんでしょう。すご麺な、これな、すご麺。だから僕らいろんなカップラーメン結構食べたりするんですけど、うん、なんかそのなんていうんだろう、この月はこれみたいな、この月はこのシリーズみたいなんで結構ハマってますわ。そう痩せる気一切ないってやつでね。痩せないといけないんだけど。うまいっしょ。この時間の今深夜ね、24時過ぎぐらいなんですけど、うん、この時間のラーメンがめちゃくちゃうまいんだよな、うん、でこれちなみに嫁さくこれいつもやる、これ追いネギ、これ追いネギするの、この尾道ラーメンにはおすすめです。そう、うん、合うねんな、めちゃくちゃ合う。これもうまいねんな。もちろん僕もこれ食べたことあるし、嫁さんこっちも食べたことあるもんね。そう、美味しい。このまたもやしが、そう、これもやしがあるんですけど、ついてるやつがね。これでもほんま言うたら、うん、ほんま言うたらこれもやしあるんですけど、うん、上で温めるんですけど、うん、ほんま言うたらね、これ水分プッてちょっと捨ててから入れた方が美味しい。もう今日はもうそのままいっちゃおうかなと。そうね、もう流し行かずにね、やっていこうかなと思います。もうゆとり間にあと1分で出来上がりますわ。ちょっとまったりね、うん、ちょっと今日はラーメンでも食べながら、あんまりこういうのやってなかったなと思って、今まで夫婦時間の小部屋ってゲームやったりとか、うん、あの2人で対戦したりとか、なかなか着てないよね。だって何がこれ、ジャージ着てる時少な夫婦時間に、うん、あ、違う、そっか、カメラマンの時だね、着てないの。どうした、疲れてる、びっくりした俺、なかなか着ない、なかなか着ないよねって言ったから。いや、カメラ回ってないのに俺これジャージ着て夫婦時間過ごすわけないやんか。そうだね、カメラ回してる時は着てなかったなと思って、それはすごい思い出しちゃった。あ、結構前にあげた嫁サックがこうゲームする夫婦時間の時、僕もジャージ着ずに回してたんですけど、 それ言ってたってことね。そう、ファイアエブラムとあつ森の時着てなかったからさ、懐かしいな、そう思ったら、うん、あの時がもうかれこれ半年ぐらい、もっとか、そうだね、8ヶ月ぐらい前に、あっちゅう前やね、ほんまに、うん、言うてる間にこれできますよ。あと20秒前ですわ。うん、尾道ラーメンいいね。尾道ラーメン、もうほんと死ぬまでに1回、もう1回食べたい。そのそこの店の、そう、めっちゃ好きやもんな、ほんまそこの、めっちゃ好き、周華園さんです。もうじゃあ、うん、こちらなったんで、うん、作っていきましょうよ、これ。はいはい、こうね、取って、これスゴメンシリーズさんはね、これね、まずね、開けた後にね、あれなんですよ、麺をちょっとほぐすんですよね。そうわーってこう麺ほぐして、わーってほぐして、これタレですわ、スープですわ、これ入れんのよな。なんでこの時間のラーメンってこんなうまいのかねって思うぐらいうまいな。うん、本当にわーっていきますわ。この時間食うのがいっちゃうまない、ほんまに。うん、え、どうした、開かなくてさ、開かなくて、開けようか、うん、開かない、ここあれ、なんでこれ、厄介ね、
厄介、焼かなかった。よし、来た来た、うん、よし、行くで、うん、ういすごいな、そっくりってすごいな。でもその嫁サックが好きなラーメン屋さんの味に、もうほん、うん、多分ね、うん、似てるレベルだとは思うんだけど、うん、でもなんかもう、こう思い出せるぐらいの味。それめっちゃ嬉しいんじゃん、うん、好きなお店なくなるってショックよな。めっちゃショック。いつでも会えると思っていたあの味にもう会えないっていうのがもう辛すぎて。でそうなるとさ、うん、余計食べたなんねんな。そう、いや、なんやろな、あれな、辛いわ。せやねん、ほんまに。さあ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 、おいねぎ、おいねぎ、うん、しますか。これこんな感じですさ。見えるかな、見えてるかな、これ。わかんない。これちょっと今日実はカメラが、うん、家になくて、うん、あの嫁サックの携帯で撮ってるんですよ、これ。スマホで撮れてるかちょっと分かんなくてね、インカメじゃないから、ちょっと iPhone の限界にチャレンジ中、チャレンジ中でございます。ではいただきます。いただきます。うまいっすよね。はあ、うまい、うまいな。このピリ辛がいいのよね。どうですか、相変わらず美味しい。幸せ、うん、うん。俺たまにこの時間のラーメンを美味しく食べたいがために晩ご飯ちょっと少なめにしたりするからね、うん、ご飯食べないとかね、たまにね、うん、あるんですよ。やっぱり普段最近嫁サックそしてかんちゃんからよくこう、うん、痩せてほしい痩せてほしいって言われるからちょっと気にしてたりするんだけどね、うん、ちょっとお太りになられたんで。本当にでもまあこう食べてる時点でなちょっとあれやったりすんねんけどね。うまいよな、うん、うまいんですよね。この罪悪感がある感じがいいのかもしれない。何の罪悪感太っちゃうなと思いながら、うん、食べる感じがまた美味しくさせるのかもしれない。そんなのもあんのかな、うん。僕らの夫婦時間って、まあ、ゲームもちろんしたりとかしてるときはこうスナック菓子食べたりしてますけど、ゲームしてないときっても結局食べてることが多いよな、うん、話しながらとかでも、うん、なんか食べながらなんかしてるっていうのがめちゃくちゃ多い感じがするよな。コンビニスイーツ巡りしたりね。一時期ハマったな、うん、もう毎日のように2人でコンビニのスイーツを、うん、嫁さんが選んできてくれるんですよ、うん、今日これみたいな感じでで、夜な夜な食べるっちゅうの、うん、一時期毎日やってたな、うん、今年の夏も出ないかな、あのもっちりあんに。あれうまかったな、あれ。あ、名前何だっけ。セブンイレブンの、うん、夕焼けゼリーともっちりあんにんっていう、上にあのオレンジ色のゼリーがあって、そう下がもちっとした杏仁豆腐なんだよね。せやねんあれはベストやった、ナンバーワンやったな、去年。ナンバーワン、2020年ナンバーワンスイーツやった、我々夫婦の中で。そう、買い占めてたもんね。買い占めてたもん、怒られんちゃうかなって思うぐらい買い占めてたもん俺。セブンイレブン回って買い占めた、うん、うまっ、うん。これあれで、うん、夜中この動画見てる人多分たまらんと思うで。確かに絶対ね、食べたくなるでしょうね。すんませんね、でも食べたいってなってこの動画見てくださって、うん、コンビニ行くなり、うん、家にあるなり、うん、して食べて、あーうめーってなるのってめっちゃ幸せじゃない、うん、幸せよな。うん、分かる分かるよな、うん、こうやっぱり見て食べたくなって買って帰ったりするもん私も。そうやね、だからテンションってめっちゃ大事で、例えば俺毎週1回定例会議ってやってるでしょ、うんうん、まあそれ事務所でやってるんですけど、そこでまあ基本こう夕方ちょいぐらいから始めて、まあ結構長い時間毎週5時間6時間とかやったりするんだけど、うん、やっぱそこで晩ご飯食べんねん、みんなな、うん、みんな食べてるんですけど、やっぱりこう企画出しをこうしてるわけよみんなで、うん、で1個例えばネタでこれ仮にハンバーガーを使った企画みたいな企画案が上がった時にみんなで揉むわけ、こうやって話しながらこうでこうでこうかなとか言ってたら、うん、気ぃついたらみんなハンバーグのハンバーガーとかの口になって、うんうん、そのまま注文するっていう流れがもう最近毎回それ。そこさ取って一回
ああ、なるほど。そう、ウーバーイーツしてみんなで食べてるところ。ああ。見たい。その、なんか、うん。決めるところから。ああ、なるほどね。会議してるところだったと、うん、そう。で、全員が食べたいのをさ、うん、その日の、メニューボックスみたいなところに入れて、うん、そっから、これって決まったのを頼むとか。楽しいかも。うん。でも、やっぱカメラ回す、やっぱり、どうしても気は張るやん。うん、俺もジャージ着なあかんし、うんうん、まあ、ね、あの会議の時はジャージなんか着てないですから、ジャージなんか言うて持てるし俺確かにジャージ着てないですから、うん、回ると回ったでさ、なんてやろな、まあでも面白いかもしれんな、うん、だからもうあのどっか定点でちょっと離れたとこからカメラ回してもええかもしれん、うんうんうん、もう毎回それ最近、うん、で最近もう中野くんとか土橋くんとか、うん、もうその晩飯狙いで企画書いてきてないんじゃん、うん、時あんもんほんまにステーキとかさ、うん、あなちょっと今日いきなりステーキにしようかとか言って頼んだりするのが最近のあるあるやな、会議での。でも見たいと思うな。どういう、そういうなんか晩ご飯決めて食べてるとことか、おっさんだらけで、うん、おっさんのやっぱり可愛いおじさんいるじゃん、うん、可愛いおじさん、うん、それは山口大先生のことかないや2人いるじゃん、カジサックと山口大先生。ああ、かわいいおじさん。ああ、本当ですか、うん、そうね。まあただこれちょっと面倒くさいのが、うん、会議やってるでしょ、うん、で安田家おるでしょ、うん、であと木島君もおんねんけど、マネージャーのこの2人が最近ダイエットしてて乗ってくれないのよ、こっちの木島さんも木島君も、食べてくれへんねん。いや、なかった。だからなんかちょっとな、寂しいやん、それはそれで。全然食べへん時もあるし、食べる時は食べる時でなんか違うもん食べてたやつ、そばとか。そうね、コンビニの今すごい思い出しちゃった。ん何どうした、なんか思い出した。思い出した。何思い出した。いや、こういうの食べようよって言って、うん、ダイエット中だから無理っていう女の子嫌って言ってたなと思って、昔。何の話、いつの話それ。昔出会った頃言ってたなと思って。言ってた言ってた。13、4年前の話。そう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 、そう覚えてない、うん、その言ったっけ俺。そういう、こう焼肉行こうよとか、あダイエット中だからそういうの無理って言われたら、もうそういう女の子が嫌だって言ってた。なんでなんで今思い出してそれを爆聞かないた。なんでそれを爆笑した今。いや思い出して一緒だなと思って。ああそうそうそう、そういうことね。でもやっぱりあの二人も頑張って痩せてるからさ、うん、そこは無理して食べさすわけにもいかんから、うんうん、そこはもう全然。だからあの一緒に美味しいものを食べたいっていうさ、うん、ところ。そのシーンは変わってないんだなと思って。なあ、で安田家とか、うん、すごいちゃんとしてるというか、うん、あいつやっぱり熱くて空気読むやつやから、うん、そういう会議で、うん、別になんていうの、仕事じゃないやん、それって全然仕事でも何でもないし、うんうん、そのみんなで楽しくワイワイじゃなくて、あくまでも会議だから、うんうん、なんていうの、本当に食べながら仕事をしてる感じなのね。そういう時は安田家食べないんだけど、うん、例えばじゃあ打ち上げでとかなったら、うん、あいつはもうもりもり食べる、うん、ここは食べる時でしょみたいな。だからそこのメリハリはちゃんとしてるのも知ってるから、ここはここも食べろやお前とは言いづらいよな、うんうんうん、なんせもう美を追求し倒してるからな。そうだね、お肌ツルツルだから最近誰よりもツルツルやからね、うん、今これすごいのがさ、うん、背脂がの浮いてんのね。いやだって尾道ラーメンといえば、うん、背脂でしょ。そう、そのイメージある。俺もラーメン大好きやから。で尾道ラーメンで売ってるの、売ってたりとか、うん、よそでこう結構あるのって魚介系なんだよね、うん、スープが、うん、でもこれちゃんとその私の大好きな中華へに寄せてて、うん、こう鶏ガラっぽい感じなの。それがちょっともう感動なんだよね。うまいねんなこれ。シナチクも美味しいし、シナチク、うん、シナチクっていう人とメンマって、メンマやろ、シナチク、メンマ、メンマっていう人とシナチクっていう人いるやん、うん、なんだからメンマやろ、シナチクでしょ。いや
メンマん、メンマじゃないの、まあまあどっちもありなんか、うんうん、その地元ではそう言ってたんや、シナチクシナチクって言ってたんや、うん、いやシナチクって言うね、んシナチクって言うね、メンマのこと、うん、言うと思うけど、俺はもうメンマって言うから、なんて書いてる、メンマって書いてない、シナチクって書いてる、メンマって書いてあるそうそうそう、まあ地域によってね、うん、言い方って変わってくるからね、うん、うまっ、俺この手のカップラーメンって、うん、やっぱり今の時代ってめちゃくちゃうまいじゃないですか、もういろんな種類のラーメンがあって、うん、おいしい、で本当にラーメン好きなんですよ僕ら、うん、でいろんなカップラーメン食べてるとうまいね、うん、全部いっぱいうまいもあるんですけど、俺が思うにやで、これ俺豚骨好きやん、うん、ドトンカツが特に好きなんですよ、ドトンカツ気になっちゃった、ドトンカツ、え、アウトやった今俺なんとか政府に持って行ってんけど、アウトやった、ドトンカツね、ドトンコツ九州のみたいなのが好きなんですよ、うんうん、ね、昔何年かんねんとか用意してたんですけど、うん、俺そのザ・トンコツラーメンのカップ麺で、うん、これめちゃくちゃうまいなっていうのはあんま出会ってないのよ、確かに、うん、ない、難しいんじゃない、むずいのやっぱりこの時代でもまだ、あでもあれは美味しいじゃん、一風堂、あー一風堂うまいな、うまいけど、うん、なんていうの、もう一個奥の豚骨が俺食べたいのよ、臭い、うん、そうね、うん、もう真っ白の、うん、豚骨ラーメンってあるじゃないですか、うん、うんうんうん、あれ系のカップラーメンに俺あんま出会ってないな、それ以外の味噌ラーメンとかさ、まあ、例えばスミレとか、うん、うまいカップラーメンでも、うんうん、それこそこれもそうやし、尾道もそうやし、うん、うまいミス、うん、あんねんけど、豚骨だけはまだみんなできてないんちゃうかなってちょっと思うねんな、難しいんじゃない、ここまで進化してないのは難しいんかな、うーん、やっぱり麺が太い方がさ、うん、美味しさ出しやすいじゃん、確かに、あの家系ラーメンとかうまいもんな、うん、やっぱりちょっと細くなると難しいんじゃない、うん、難しいんかな、うん、うまい、食べたの、うん、おにぎりやねんなってな、そう、でもやっぱりね、あのちょっとネギの種類が違うから、え、どういうこと、もっとちょっとなんか太めの青ネギなんだよ、あー本場は、うん、切ったらよかったんじゃん、それに、だってそれ読みさく自分で切ってなかったわーって、うん、だからそう売ってないからあんまりこっちで、うん、その太めの青ネギが、この今嫁さんが切ったネギじゃどうしようもないってことね、そう、あなるほど、そういうことか、なるほどなるほど、うん、どないしようもないね、それどないしようもない、でもそのネギのちょっとした違いで全然ちゃうわけ、うん、へえ、おいしい、ラーメンうまいよな、うん、この尾道はでも子供たちも好きだから、大好きね、あれ絶対嫁さんこのあれやろ、影響やろ、うん、いやでもやっぱり広島、うん、実家に帰った時に毎回食べに行ってたの子供たち、うん、だからそれじゃないの、うん、それでも好きになって、そうそう、うん、そう思う、だって当時とかもね、まだちっちゃかったけど南電関電っていうね、豚骨ド豚骨のね店があったんですけど、うんうん、あんまあ、あるんですよ今もあると思うけど、うん、そこも連れてったりしてたよ、うん、当時、うん、生まれてしばらくして、うん、それきっかけでやっぱり当時も豚骨好きだったもんね、めっちゃ、うん、この道のカップ麺は取り合いだからそう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 、そう、うん、最高でした、ごちそうさまでした、ごちそうさまです、まあ今日はこんな感じでゆるくやりましたけども、うん、またね、あのいろんなもんを僕ら夫婦時間で食べたりするんで、うん、もしこういうのが好評だったらね、うん、またやっていきたいなと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、最後まで見ていただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、 Twitter のフォローもお願いします、またお会いしましょう。